皆さんこんにちは。バンクーバー留学センターでインターン中のサキです。私は大学3年の後期から1年間休学をしてバンクーバーでコープ留学をしています。今回はそんな私の留学生活の日常をお届けします。現在は座学期間が終了し、ダウンタウンから離れたエリアのカフェで働いています。英語力が高くないということもあり、仕事探しは苦戦しましたが、最終的に自分の希望に合った場所で働くことができています。仕事終わりにまかないとして好きなメニューを選んで頼めるのも楽しみの一つです。上司が作ってくれたモヒートを仕事終わりに飲んだり、同僚がフィリピン料理を振る舞ってくれたり、和気あいあいとしていてとても楽しい職場です。この日は仕事終わりに同僚と職場の近くを散策しながらおしゃべりしました。私が勤務しているカフェはスティーブストーンという日本人にゆかりのある町にあり、ちょっとした観光スポットになっています。旅行があり、新鮮なエビを購入できたりもします。夏のシーズンはホエールウォッチングのツアーが開催されています。おしゃれなカフェや本屋さんなど見どころがたくさんあるので、バンクーバーにお越しの際はぜひ足を運んでみてください。私は仕事を掛け持ちしているので、カフェの仕事終わりに近くの図書館に行って作業をしたり、本を読んだりしながら次の仕事までの合間の時間を過ごしています。仕事がない日はスーパーに行ってまとめ買いをします。家の近くにセーフウェイという西海岸を中心に展開しているスーパーがあるのでよく利用しています。飲食店で働いているとまかないがもらえるので、購入するのは毎日の朝食と数日分の食料です。実際働き始めて食費が浮いているので、節約したい留学生は飲食店で働くこともおすすめです。また夜に仕事がない日は友達とご飯に行ったりします。この日はホームステイ先が一緒だった友達とレトロな街並みが残るガスタウンにある韓国料理屋さんに行きました。韓国人の友達が絶賛するほど本場韓国と同じ味のようで、とても美味しかったです。また焼酎をビールで割ったソメクと呼ばれる韓国で人気の飲み方を試したりと、とても楽しい時間を過ごしました。バンクーバーはとても国際色豊かで、いろいろな国の人と交流する機会があり、その国の文化や食事を楽しむことができ、とてもいい経験ができたなと感じています。私の Vlog が皆さんの留学の参考になれば幸いです。